小松宮は、明治時代初期に、伏見の宮放課新郎の第八王子、秋人新郎によって創設された宮家。宮家の祭司は、秋人新郎の皇居後、北白川宮義久新郎の王子照久王が、親戚降下して、小松公爵家を名乗り継承した。正松宮秋人新郎小松宮邸、秋人新郎は、伏見の宮放課新郎の第八王子として、 皇家三連に誕生。1848年、忍那寺お室を継ぎ、任高天皇の勇士となる。間もなく、出家して、両言天員お室、純人と称し、一品に除せられる。1864年、一心あじゃり、直海伝望勘定を受けた。忍那寺、門関三十世となったが、1867年、直命によりまた飾りした。明治十六年には、 忍和寺の復興のために、忍和会を創立して、総裁となった。また、日本赤十字社、大日本水産会、大日本武徳会、高野山交流会などの総裁に就任した。国宮朝彦親王は兄、北白川宮義久親王は弟にあたる。王政復興にあたっては、規定、軍事総裁に任じられた。母親戦争では、王宇政党総督として、官軍の指揮を取った。 明治3年に宮郷東伏見宮に改める。明治7年に勃発した佐賀の乱においては、政党総督として、また、明治10年の西南戦争にも旅団長として、出生し乱の鎮定に当たった。明治14年に維新以来の功労を検証され、価格を世襲新農家に改められる。翌明治15年に宮郷を仁和寺の地域の救命小松里にちなんで、 小松宮に解消した、秋人新王は、ヨーロッパの君主国の礼に習って、皇族が率先して軍務に就くことを奨励し、自らも率先推反した。明治20年陸軍大将に昇進し、この一首団長、参謀総長を歴任。日清戦争では、精神大総督に任じられ、旅順に出征した。明治31年に、元水府に列せられ元水の称号を賜る。 秋人新王の日は、築後久留米藩主有馬雷美奈の長女より子。より子も日本赤十字社では夫に習い、婦人会を設立した。日露戦争では、特殊婦人会総裁として活躍した。秋人新王には、子女がなく、当初、弟宮、テーマ牢を養子師としていたが、明治36年に、テーマ牢が、より人新王として新たに、東伏見宮家を創設。 秋人新納は、明治36年2月に死去し、国葬とされた。明治45年3月、上野恩賜公園内に銅像が建てられた。小松照久は、北白川宮義久新王の第四王子、北白川宮照久を、明治21年生まれ、尺位は、公爵、位階は肖像くらい、君位は、君一等公爵、貴族院議員、海軍兵学校に進み、 21歳で海軍将移行補正の時に親戚降下し小松校尺家を創設する参謀や教官職が長く、軽巡洋艦基礎艦長、重巡洋艦拉致艦長などを経て、第六艦隊司令長官、佐世保陳治府司令長官、海軍兵学校校長を歴任。最終階級は海軍中将。昭和23年 B 級戦犯として実刑の判決を受け、 菅も高知書に収監され服役した。出所後は平安神宮宮寺を務める。昭和45年死去、82歳没。津。秋人新納は、生前から、より人新納ではなく北白川宮照久を、京市にと希望していた。しかし、より人新納との関係で調整がつかず、照久王は小松公爵家を創設して、親戚公家し、小松宮家の子産。 祭祀を継承した。これによって、明治36年に、正松宮昭人新能が講じて断絶していた、小松宮家の祭祀を承継する。照久には、昭久、豊久、ジョコの三子があり、ジョコは、木戸公爵家の長男で、日銀、日本官業各丸証券常務などを務めた、木戸高清に嫁いだ。長男、秋久の子女は、元頭主、小松清久氏と、 女子三人、ありがとうございます。